よし、星の吸血鬼にさよならを感想戦やるぞ。わーい、わーい。わーい、わーい。あ、いやー、よかったね。でもその一言にとりあえずつきますいね。やー、今回もよかった、マジ。これはもう青春ですわ。ねえ、この短さでできるシナリオの、このなんだろう、達成感じゃないというか、えげつないよね。本や来はばかっもう、た。そう、と、ああ、美沙ちゃん。あ、美沙ちゃん、美沙メインちヒゃん、ロイン。もう大好き。好きなのよ。いや、かっこいい、マジで。かっこよかったな。よし。じゃあ、まあなんか言いたいこといろいろだと思うので、順番に聞いていこうかなと思うんですけど、何かシナリオ上とか、まあシナリオじゃなくてもいいんですけど、聞きたいことある人。いやまず、NPC のロール良すぎや良ろ。すぎやろ。どういうことどういうことやねん。なんかやりまし説明た？してもらおうか。私何かやりました？なんかめちゃめちゃロールプレイ良かったんだけど、どういうこっちゃ。またなんかやっちゃいました。あれ、俺またなんかやっちゃいました。俺またなんかやっちゃいました。いやね、今後のシナリオに関してはね、NPC の、なんだ、性格設定が、俺の得意な性格設定すぎるのが悪いんだよね。この、まあなんかね、ピオさんとゆずきさんわかると思うんですけど、俺、リナちゃんタイプの NPC のロールプレイ、まず大好きなんですよ。わかると思うんですけど。で、かなちゃんタイプは俺が PL でやるときによく使うタイプの女の子のロールプレイなんですけそうど、なんだ。この勝ち気なタイプの、ななるんほかど。最初はツンツンしてるんだけど、ちょっとずつなんか心許していくにつれてちょっとツンデレが出てきて、このタイプのロールプレイは PL で、PC でよくやるんですよ。で、おばあちゃんは別格なんで。おばあちゃんはもうね、好き。もうかっこよすぎたし。タイプの NPC も結構好きなタイプだから、もう言ってしまえば NPC が全部好きなタイプだから、うまいこといけるっていなるほど。もうすごかった。すごかった。いやおばあちゃんがちゃんとおばあちゃんしてんのがマジですごいよ。そうそうそう。いや、だからちょっと疑って悪かったって思った。まあ実際怪しいからね。いや、でもこの写真見て決めなって、そのズッキーに言われた時に、いや、こんな自撮りをするばあちゃんが悪いやつなわけねえって。 確かにな。そう、まあ悪いやつではない、危ない人ではあったけそう、危ないけど。ど まあ PC 褒めるパートはまた後でやるんで。いや、そう、聞きたかったのは、あれだ、小さい鍵、小さい鍵。ああ、そう、それ受け取っ結局て使ったてけなど、かったよ結な。局そうだ。私損ねちゃって。そう、どっちにも返しそびれたし、私そびれてるっていう。だからあれ、あれはね、まあ多分後でかなちゃんは回収したと思うんですけど、多分ね。あれはかなちゃんが、今回は、岩尾の遺書を読んだじゃないですか。かなちゃんが死んでた場合は、かなちゃんの遺書をエンディングで読んでましたっていう話。なるで、リほど。ナが死んでた場合は、リナの遺書をエンディングで読んでましたっていう話。ああ、それ用の鍵か。そう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 じゃ、そう。結果的に使わなくてよかった、今あ、回。よかった、こん結果な、的にこん今なん回いのらん。ルートでは使わなかったので、多分後々回収されたと思います。もう使わないから返してって言われそいや、このカナの衣装もなかなか涙腺にうるっとくるんですけど、まあ、それはシナリオ買ってもらって。そうだな。これは、いや、テトメトさんの気持ちめっちゃ分かったわ。買いたくもなるし、回したくもなるだろうな。秒で買って2週間ぐらいで部屋準備して回しましたね。す すごい。げいいシナリオなんですよ、分かると思うけど。途中からもう、だから青春ポイントをカチカチするのも、なんか、野暮だ忘なぐれらい。てた、そう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 。忘れないで、それ大事、大大事事。だった。はい、他に聞きたいことある人。なんか思えばいろいろあるんだけど、なんだろうな。裏山で見つかんのって、あの2つだけなんですか？裏山にあるのは、まあ、鍵とこの石がセットのやつと、あと、この式だけですね。式のやつ。あれ、もし一番最初の段階で見つけてたら、
まあ、あれなんですけど、うん、実は2日目の夜もしくは3日目に見つかることになっています。ああそうなんや、ちょっとね、初日とかあんま早い段階で見つけちゃうとかなちゃんとやることがマジでなくなっちゃう。本当にそうだよな。そう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 、実のところ2日目の夜か3日目に見つかることになってます。あれめちゃくちゃ絞り込んでいったら最高3マスまで絞り込めるんですけど、うんうん、その3マスのうちどこにするかはキーパーに一任されてるって感じですね。なるほど、うん、物置に隠されてたのはあれは本当、あれは普通に一発目で物置って普通に引いたって話。あ、じゃあラッキー、うん、まあ、最悪あの日引かなくても次の日また来て探すとかもあったんで、うん、あ、そっかそっか。え、和室1に行ってたらどうなってたんですか。和室1はあれですね、最初からいてずっといるとこが和室1で、あ、違う、和室2か。和室2はアコは、誰もいなくて、実際のところカナの部屋になってます。あ、カナちゃんの部屋だったんだ。そう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 、カナちゃんが行ってた私の部屋の机にっていうのはアコの部屋の話でした。なるほど、なるほど。あ、であれか、和室1の方の鍵かかってる方はりなちゃんの衣装が入ってんだ。そうそうそうそ う, そ う, うーわーなるほどな。一瞬風呂場覗くかどうか迷ったけどね。覗いても多分何もないだろうけど、ちょっと女の子の家の風呂場でもそんなに変態じゃなかったから、真城くんは。うん、いやーねー、これね、あのハンドアウト1にどっちにするかもキーパーに1にされてるんですよ。なんですけど、ちょっと個人的なあれとして、うん、これなんか PC がアクティブな方をリナにあてがって、うんうん、あんまり行動的じゃなさそうな方をカナにあてがうっていうのが、こうなんか個人的な決まりみたいな感じで組んでまして、カナちゃんが基本的にグイグイ来る引っ張る方で、うんうん、リナちゃんの方は逆にグイグイ来ない人だと本当に何も起きないから、確かに、うん、そんな感じであてがってるんですけど、いやー今回も配役完璧だった。完璧です。かなちゃんとだったらもう多分収集つかなくなって大変なことになってると思うから多分無限に言い合いしてると思うけど、うんうん、まあ、それもそれでいいかもしれないけどね。確かに、りな、うん、ちゃんとそのひじりくんだったらどうなってたんだろうって感じは全然想像つかないなんかお互い遠慮しそう、うんうん、なんかすごい外堀からこう徐々に徐々に埋めていくみたいな戦略みたいになってんじゃん、うん、あれも俺のリナちゃんは人の心に入るの得意だから、きっとうまいことなることでしょう。あ、かわいかった。リナちゃんにもちょっと引っ張られそうな感じはするな。他質問ある人。え、このそうだ、この、うん、かなちゃんの代わりになってくれたこの決勝隊、はいはい、でこれは撃ち落としたのは誰なんだ。ですね、うん、思い出してもらえたらいいと思うんですけど、裏山行った時にミサおばあちゃんが、うんうん、あ、そういえば3日前にもなんか撃ち落としたね、あ、3年前にも落としたねって3日前に撃ち落としたやつがこいつなんだそう、そして撃ち落として落ちてくるものを流れ星だと思って追いかけた人がいます。なるほど、ひじりじゃあ、そうですね、シーン覚えてますかね。オープニングの4番なんですけど、うんうんうん、またかあのサイレンが聞こえた、これあの銃声があったって通報があったんですよ。ああ、なるほど、おばあちゃんが狙撃銃で宇宙吸血鬼を撃ち落としたから。ああ、なるほど、ミサちゃんミサちゃんあ、だからもう結界張らないとあのご近所さんがテレビ楽しく聞けなくなっちゃうから。そう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 、まあ緊急事態は普通にぶっ放すんでね、あの人、うん、確かに結界はもう分かってるから展開しといてって言ったけど、うんうんうん、そう、あと私の自慢をしてもいいですか。はいはい、いや、この辺の選択肢作ったんですよそう、これ、いやこれこれよかったなこれをひじりが制服の子じゃなくて私服の子を追いかけた、選んでたら、うんうん、まあ、別に展開には変わりはありませんね。あ、そっか、当てが合うのはもう決まってたから。そう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 、なるほど。でも制服の子追いかけてるから。そう、でもそうなのよ、制服を追いかけてたよなこれね、ねえ、そうそうそう、いいよねこれ、いや、いい、
このね、目がちょっとずつずれるのよね、これ。うんうんうん、この振り返ってる、目が、うんうん、リナちゃんの目が広がる、振り返る、で、かなちゃんの目もちょっと細まるみたいな。微妙に変わかった。本当に表情サウンドすごかった、ね。で、それからのこれですよ。うんうんうん、完全にギャルゲーだったもん。でしょう。いや、あった方が面白いかなと思って。うんうんうん。俺なんでこの時制服って答えたんやろね。分からん、読んでたんじゃないシナリオ。なんかね、最初でも結構迷って、うんうん、どっちにする、いや制服かってなって、それを見た俺は制服の行為がその後の追跡クリティカルな1クリな、そう1クリめっちゃおもろかったな。あ、こう追いつかれたらシナリオ終わっちゃうから、確かに。わかると思うけど、ちょっとめちゃくちゃややこしいことになっちゃうんで、あ、翌日の壁ドンとか全部なくなっちゃうし、確かにもったいねえ。そっかそっかそっか、そこで、そう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 、だからまあちょっと逃げ切らせてもらったんですけど、うんうんうん、あ、なるほど。じゃあ実際その、うん、そっか先進んじゃったからデックス対抗みたいなのが、そう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 、 あれも成功してたらどうなってた、あれも成功したらじゃあ次は目星でとか無限に重ねる、失敗するまで、なるほどね、失敗するまで重ねるんで、クリティカルしたにしては恩恵もないなとか思いながら、いやでも後からね、翌日のね、そうそう、思い出すときに、うん、この制服私服がどっちへ行ったみたいな、うん、ここでボーナス上げようとは思ってたんでね、うんうんうん、いやこっちですね、こっちね。これな、可愛いな、パンピーだったら声をかけるし、うんうん、イケメンだったら手を貸すし、ギャグキャラだったら見とれるかなみたいな、あイケメンだったわ。多分ね、ヒジだったら声かけるぐらいだと思う、声かけるか見とれるかのどっちかでしょ。どう思います、ヒジだったらどうする、多分、うん、普通にまず声からかけてると思います。あだよね、うん、そうだね。いきなり手貸すのはイケメンだよね。イケメン、あ悪いぼーっとしてたって普通に手貸してたからね。これもかわいいよな、かわいいな、立てますかぐらいに声かけてから近づく、わかるわかる、だよね、初手で手貸すのイケメンだよね。、うん。ここのあのえっとって目めっちゃ泳ぐのよかったな。そうそうそう、星住さんだよねって言われたから、うんうん、もうりなちゃん真白くんのこと知らんから、うんうん、あそうそうそうで、そうそうですよ。クラスメイトだもんな、あそうそうですよ、うん、ですよね、クラスメイトですよね。合わせるしかないもんな。そうそうそう、下手くそなのよな、ごまかすのがな、うんうんうん、いやお膝痛そうだったけど、あれ蜘蛛のその呪われた血族だったからすぐ治ったってことな、こんな感じですね、うんうんうん、次はこれですね、いやこれも良かったな。悪い顔しとる。星野くん。いやこの時は怖かったな。いいよなこれ、私今困ってるんだけど。俺も今困ってます。実際めちゃくちゃ困ってました。そういや困ってたな、確かにこれだけ見たらマジでカツアゲだもんな。違いねえ、で手引っ張られて、うん、壁に叩きつけられてドン、うん、わあ。いいじゃん、可愛い女の子に壁ドンされて。な、羨ましいぞお前。悪くなかった。何でもなさそうな顔しやがって。次の指示はこれですね。あここドキッとした。私を殺してくれますか。ちなみにこれなんですけど、うん、私が作りましたこのスチル。あー黒バック白文字。なるほど。普通にペイントサイドで作りました。うんうんうん、いやここあった方がいいかなと思って。確かに強調されてるわ。これね、結構変わる。なんか、うん、ってなるよね。心臓がキュッて。あやばみたいな。あお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 。からのこれの
これですよ、スッとちょっと口閉じるのこのね、うん、これ好き、この微妙なさのやつ、うん、まあでなんかもう無音のまま時計の音だけがカチッ、そうそうそう、カチッ、カチッみたいなからの、あここごめんなさい引きましたよね、ごめんなさいみたいな、そうそこそこよ、やっちゃうねん引いたんじゃないねんって、もうちょっと深く考えさせてってなった。じゃあよかったよな、でデートですよ、星野くんの、そうよかったな、ね、あれね、実のところはあれ2日目夜たうちの宅だと2日目夜に探索して見つけないとこのデートルート行きません、うわーそれがいい、よくやったって、私多分雑談のところで、ね、よくやったって言ってた。まあ3日目普通に探索することも結構多いですね、あと2日目の夜探索になると目星半分になるんで失敗したりとか、ああうん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 、ここくぐり抜けるとこのイブイブデートが入りますね、いやココナッツちゃん熱すぎてわーっていやだってゲーセンでさねゲーセンでねなんかねクレーンゲームで景品取るって言うから、うん、そうよ、なんか詳しくはねあの台風の目で見てもろて見てもろて、多分ねあの場所はなんでピオさんいきなりおたき火あげとんねんって思うけど場所は違えどな別の場所で、まあ同じ商品が並んでてもおかしくないからな、no! 時期的にも、うん、そうですね、いや嬉しかったなんかいきなり悲鳴が聞こえてきましたね。聞こえてきたな。そう黙って見てニヤニヤしてるつもりが、ああ。いやーねー、かなちゃんねー、やっぱ鍵見つけてもらうと好感度は上昇量でかいんですよやっぱり。それもね夜中だよ。そう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 。あのこっちから夜中探索しろやって言ったわけじゃなくて。自主的に夜中探してきて見つけて、しかもそれを特に言わないからねこの人、うん、そう夜一日目の夜からね、夜中も探し回って見つけてきたんだよみたいな恩着せがましいこと言わずに、そうなんかいや、まあ、忘れ物あったから、そうそれ見つけたわ、それでさせられないほどバカじゃないんですよかなちゃんね、いやーもういい男ですわ何こう私暇なんだよねに、あそうなんだ、そうそうそうなんだじゃねえんだよあムカつくわと思っていやこれがひじりやなって思いながらこの男ひじりそういうとこがモテないんですよ、そうだよ本当だよ、いやモテないと思ってないしいやそこマジで裏でブチ切れてたもん、もう行けよせーって言えよって、じゃあどっか行くってってからのこれですね、そうここ、これはな突然でびっくりしちゃった本当に、ね、星野くん私実は宇宙人なんだって言ったら信じてくれる、もしかしたら信じるかもな、半年前って感じで、いや返事せずにね背中向けて語り出すんですよね、突然のことにびっくりして何もあなたいないでしょう、そう いないのになんか、うん、その場にいるみたいになくてはどうなるのな、かなちゃん的にはこの時の返事はどっちでもよかったんかな、そうだわね、うん、大事なのは、まあ、夜にあのリナへ駐車するのを手伝ってもらうことだからね、うんうんうん、多分ギリとかなんかそこら辺で話してくれたんじゃないかな、うん、これでお別れだからっていうのがあると思いますねやっぱり、まあそこもあってね、あのまあ、覚えてるか分かんないですけど、このかなちゃんのデートの時に、うんうん、あのひじりくんの行きたいところに行きたいっていうのを強調してたりしてたのがこの辺なんですよね、言ってたな行きたいとこ連れてってよって、そう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 、私のじゃなくて、私ゲーセンでその1回目のゲーセンでボロ負けした後に最後に
勝つのが良かったな。よかったわ。なんであそこで100万出すんだよっていう。確かにあれは完全に見とれてたでしょなあ。あれもう100ファン最後の達人に100ファンって途中から叩いてないもん。と思ったんでこれは絶対見とれてるな。これいいやかなちゃん、かなちゃん最後の達人とか好きそうだし、うんうんうん、やりそう。いい絵俺叩いてそうだからね。それこそそのバチクルクルクルってやるの似合う、うん、絶対似合うと思う。やりそうかなと思って、うん、で次が衣装ですね。はあ、これな真っ白くんな。お前な。お前な。すいません。いやいいんだけど全然そっちのルートもあるから、うんうん、そっちのルート行った場合おばあちゃんの助けを一切借りられないんですけど、いやちょっとどうしようって思って、でもちゃんと手がかりを見つけてからばあちゃんに報告した方がいいのかなって思ったんだよ、うんうん、いや家で何か見つけたら教えてくれって言われてたでしょ。そうそうそうなんだけどさ。ただいやでもまあ結果的にちゃんと店に、ちゃんとって言い方おかしいけど、うんうん、店に行ってくれたのは良かったですけどね。そうですね、もう致命的失敗のおかげですね。ね、まあ一人で絶対見つけらんねえなって確信しましたからね、100万出ればね、うんうん、もうああじゃあミサちゃんに連絡するかーって、うん、めっちゃおもろかったなこのヒュいい返事だ、そう思うだろうあんたたち。はっ。いやこっから戦う流れも俺想像できたもん一瞬。そうそうそう、もしかしてって、そうえばえミサちゃんと戦うのって一瞬思ったらいい覚悟だって言われた。いやミサちゃんはねあなたのことをもう家族の一人だと思ってますからね。いや嬉しい。それはもうこうですよ。ここよね、まるで数が足りないんだよ虫キャラども。かっこよすぎ。かっこよすぎやろ。マジでかっこいい。ばあちゃんかっこいいよな。このばあちゃん好きだわ俺マジ、うん、なんかもう期待に100答えてくれるからさ。この時とかね、そうここえここね、真白くんがねりなちゃんをかばって体で受けますって、うん、もう絶対嫌だった、傷つけたくなかった。はい、では逃げられない、クモたちの鍵攻めが当たる、その刹那。これなかっこよすぎだろ。かっけえマジで。銃声聞いた瞬間来たーって。害虫駆除は得意だからね、任せておきな。はい、実際ね海ぐらいのね量の雲迫ってきてるんで、うわ。全部潰しましたね、下に入らないように。じゃあその間ずっと戦ってくれてたってことか。あなたたちがあんま近づいてとどめを刺すまで戦ってましたね上で。うわ。それでだって戻ってきたら何でもなかったかのように縁側に座ってる。そうそうそう、縁側でイケメンすぎ、うん、ああ出てき、ああ戻ってきたのかい、いやーわしら大人の力は必要なかったかもね。もう必要でしかなかった。そうかい、でもあんただならそれでもなんとかしてたと私は思うけどね。うーみさちゃんって言うよあの人なら多分言うなあ。あそこそのミサちゃんに何だろう、その覚悟ができるかどうかみたいな確認されるじゃないですか。そう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 、あれでそのリナのとこ行きますって言ったらどうなってたんですか。結構やばいですね。あまあ普通にあれですね、ヒジリジームと交流して近いことになるんですけど、うん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 、弾丸がない、弾丸がない状態で下に行くからまずアマチカズエに勝てないんで、はい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 、まあ、多分逃避行ルートに行ってましたね。なるほど、アマチカズエの追ってから逃げつつ生活するみたいなルートになってたでしょうね。え
やあ、それもあんのか、怖、うん、腹決めてよかっただからね、結構分岐大変なんですよ、うんうんうん、で次が雲との戦闘よ、うんうんうん、イディリ君お前初手一繰り出しよってからにヒーローか、本当だよ、拳一繰りあきゃ目玉潰れましたからね、半分くらい多分、うん、拳でできたからな、ね、からのこれよ、かっこいい、かっこよかった、マジでキューかっこいいよな、でもこれ一発打つごとにパウを永久喪失だからね、正直燃費悪いんですよ、確かに結構、うん、2発打ったからね、うんうん、まあまあしんどかっただろうね、うん、戦闘終了したらこれですね、うん、いやここな、全部忘れさせるこのシーンな、うん、っていうことをお願いしたいんだ、星野くん、ここでさよならをしよう、これも私が書きました、うん答えたくなかったで、これでは見てやってる時分かったか分かんないんですけど、こうカナの口元が若干皮肉気に変わるんですよね、これ、この微妙な差なんですけど、本当だ、うん、そこの微妙なのがいいんだよななんかこうちょっと諦めじゃないですけど、うんうんうん、受け入れてるみたいな、定感してるみたいな感じで微妙に変わるのがね、うん、このね微妙な変化好きなんですよここやばかったな、危なかったないやーマジでお別れ、星の吸血鬼にさよならルート行くかなとちょっと思ってましたね、いやまあそれでもよかった、まあルートではあるからいいっちゃいいんですけど、うん、ちょっとキーパーの心が耐えられなくてちょっと俺かなちゃん死ぬ描写ちょっと読み上げるちょっと勇気がなかったせいで、うんうんうん、本当にいいんですねって3回ぐらい確認しちゃいましたけど、そうだから多分なんかあるんじゃねえかと思って本当に1回ズッキー受け入れそうになってたから、うん、待ってまだなんかできることってまあね、これね正直ね2人とものPC2人ともの情報を付き合わせて共有しなきゃ厳しいんですよね、うん、あのミサちゃんが3日前になんか撃ち落としてたって発言と、うんうん、かなちゃんの追っ手がいつ来るか分かんないってやつとで合わせて考えたら、まあ、かなが撃ち落とされたっていうのも多分ミサが撃ち落としたんだろうなってところを含めたら、うん、もしかしてかなの追っ手も撃ち落とされてるんじゃないかってなって、3日前に撃ち落とされて裏山に落ちたものを持ってんじゃんみたいな、これ吸血鬼じゃねが多分真っ白の方が持ってたけど、それを俺言われるまではちょっとそのじゃあ3日前のってこれなんじゃねっていうのを黙っとこうと思って、もう分かってたんかいそうでもその3日前っていう情報は聞いてなかったから、うんうんうん、共有されてなかったから俺の口から出すとおかしくなるから、うん、俺はずっと黙ってた、そうだよね、だからその3日前っていうのを聞いた時にあの3日前っていうところよりも、うん、あじゃあ多分そのかなちゃんのことをミサちゃんが撃ち落としたんだなって思ってたから、うんうん、うんうん、そう3年前って言ってたから、そう、うん、だからその3日前の方が重要で伝えなきゃいけないってもう分からなかった言ってくれるまでは黙ろうって思ったあとはまあ先にこの部屋にある書類とか調べててローの弾丸の情報とか出てたらまたちょっと違ったかもしれないですね、うん、ああそうだな、最初に調べるがもうなかったなまあもうお別れのロールプレイまで入ってたからね、うん、うん、写真まで撮って、うん、変な顔しててそうちょっとなんかね目元とかやばかったかもしれないですね、いやこのままなんかそこまでしたから、うん、やっぱでも他あるんじゃねみたいな気づきがいやこれね普通にあのままだったらカナがこんな感じでカプセル入ってそのままグシャーなんですよ、あで3チェックが当然入るんですけど、いやそれ入るやろ、うん、入るよな、お薬はできますねそれでも、なんですが、まあ、そういうことにはならなかったので、うんうんうん、今回はこうなりましたね、よかったよいやここの、うん、
タイミングでこの曲流れるのマジで卑怯やと思って、うん、ここで流さなきゃ嘘でしょあ、そんなことしてくるんやと思いながら熱かったよね。めちゃくちゃ熱かった。そう、わかるわこれじゃなかったらどこで流すって言うんですかいや、ここ以外ないですねいやもうね、ニナに抱きついてるマシロ君引っぺがしてですよ。そうそうそう、いやだだだだって、やばっといてその後ちゃんとヒジリに抱きついて、あーよかったって言ってるからでビズバーって行くとこなくなった、あここしか空いてない、ひょひょほーわーもうなんか2人とも背負っていかれるのはエモいなって思いました。うん、確かに。そう、うん、ね、絶対ね、初期の方のかなちゃんだったら背負えなんて言わないと思う、絶対ね、うんうん、強がって言ってなさそう。うん、ここまで来たからね、ちょっと手ぐらい貸しな、肩ぐらい貸しなさいよみたいなことをね、だと思うけど、多分1日目2日目ぐらいだったら絶対言わなかったよ、言ってないよあんたなんかに心配されるほどヤワじゃないわみたいなこと絶対言ってたよこいつ。言ってた、うん、真似てたと思うなあ、心を許した瞬間やここまで来ればね、もう仲間ですよ。うん、地上に戻ってから衣装の読み上げね、このね、涙の雫がポタポタ落ちる。そう、そこ気づいた時、うわってポタポタポタ、いいよな。いや、よかったマジで、うん、俺と恋しようぜね、ちゃんと雪が動くモーションまで導入しましたよ。すごい、すごいこれな、頑張って探しました雪。うん、うわ降ってる降ってるって、ホワイトクリスマス迎えられるんちゃうんこれですね、これとこれね、うん、これな、これいいよな、いい、これさ、しかも両方 PC 側から振ってくれたからさ、これこれに繋がるようなセリフなんか星野くんの方から一緒に行こうみたいなこと言い出すしさ、うん、こっちのねリナちゃんの方もね、うん、なんかまた明日もみたいなこと言うしさ、そう、これからもなんかいろんな場所行っていろんな景色一緒に見てくれるかって、うんうん、そうそう、はいもちろんくーニナちゃんはね言うセリフ決めてるんですよこのタイミングで。ああそうなんだ、うん、明日も私と仲良くしてくれますか、うん、っていうのを毎回ねここで言うんですよねあの一番最初に明日も私と仲良くしてくれますかみたいなこと言うじゃないですか。言われましたね、あのタイミングはカナのこと言ってるんですよ。うんうんうん、なるほど、そう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 、あのタイミングは真白がリナのことをカナだと思ってるから、うんうん、あの学校に通ってる方のカナと明日も仲良くしてくれますかって感じで問いかけしてるんですけど、この最新話では私と仲良くしてくれますかって言ってるんですよ。生きようとしなかったもんなこの時は、ね、そう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 、当たり前だろめっちゃ良かったな、いや手差し伸べてくるの良かったな逆にこっちはかなちゃんが手差し伸べてるけど、多分その、うん、りなちゃんの方にはマシロくんが手差し伸べてるんだよね。そう、対になってる感じが。そう。いいな。最後はこちらですね。うん、この上と下の黒色の文字も私が作りました。いやよかったわ。これは願いを叶える流れ星。あなたたちの願いは叶いましたか？叶いましたね。叶いましたかな。だって多分やりたいことも見つかったしね。真白は。多分めっちゃ勉強しまくって必死こいて勉強して、うんうん、そのりなちゃんにお勉強とかも教えて、うん、あ先生も悪くねえなって多分思う。だよね。思う。あ、教師やった。教師ありそうなね、うん、雰囲気出てた。そうだからあーって。これはね先生になると思います。ね、あると思うわ。今度先生で同じ名前でキャラ作ってきてよ。わお。成長した
成長した。気づきましろ。気づきましろ。教師です。新任教師です。わあ、嫁いるんだろうな。同い年の嫁がいます。わーお。嫁はまあね、料理の先生してますみたいな。わあ、いい。いいな。あれだよな。ひじり人は苦手やけど。かなちゃん宇宙人やからな。そうなんだよほら。そう、人間じゃないよなって感じ。じゃあめちゃめちゃ好きじゃん。ね、なんかねヒディのねプロフィールにそんな感じのことがなんか書いてあったんで、どこだったか忘れちゃったけど、なんかそう非現実的な世界に憧れがあるのでみたいな、うんうん、いつか漫画やゲームのヒロインみたいな女の子が出てくれないかなみたいな。そう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 。宇宙人の女の子完璧じゃね？完璧やん。完璧だったわ。悪くねえって。完璧っしょ。うん。うわマジか、キャラしまで被ってくんのか。じゃマジでこのシナリオにぴったりの二人すぎなかったか？すごいな。うん。すごいよね。奇跡。これも奇跡。そう、うん、本当にだってなんとなく生きてるし、その。うん、なんだろう、親とも別にそんな仲良くないみたいな、うん、で言える時に言った方がいいですよみたいなことを、そう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 、リナちゃん、その両親がいないリナちゃんから、そう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 言われるし、なんとなく生きれることの幸せをこう教えられたりとかして、そう、ね、そうだからあ、うん、ってなって当たり前のことって結構すごいことなのかもってみたいなことをポロッとね、ちょろちょろっとねロールプレイに混ぜてました。気づきました？気づきました。だからあ、ちょっとずつなんか動いてたんですよ、うん、あ、なんか変わろうかな俺ってこうなんか日頃の小さな幸せに気づけることってすごい幸せなことなんですよみたいなことをちょろっと混ぜたりとか、うん、そう、だからそれが今日はどんなことがあったんですかみたいな、毎日違うことがあるのってすごいですよねみたいなことをね、ちょろ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 混ぜてたんですよね。そう、それがあったから多分そのかなちゃんとそのひじりがそのままお別れしそうになった時に、その言える時に言わなきゃダメなんだよが出てきたんですよ。超エモかったよなあのシーン。じゃあエモ、あれな、俺ちょっとね PC から投げられたボールを投げ返すことはよくあるんですけど、うん、PC が投げたボールを別の PL に、じゃあ NPC が投げたボールを別の PC に投げるのとか初めて見て、うん、これかこんな気持ちなのか PL はって思いました。お前らいつもこんな気持ちなのかみたいな。めっちゃ良かったな。いや響けってなってた。うん、刺され。そう絶対だってあのまま別れてたら後悔だろうって思って。引きずってそう、ひじり引きずりそう、引きずると思うよ。絶対引きずるやろひじり。なんか何気ない顔してるけど多分一生引きずってると思う。そう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 、なんか多分見た目から変化とか、そのなんか中身の変化が表面から分かんないんだけど、うん、そう絶対ずっと曇った感情を抱えて、なんかそれ以降ギャルギーをやるのをやめましたって言われても納得いくもん。うん、納得いく。やめてそう。それ以降恋愛ゲームをすることをやめましたって言われてもね、すごい納得いくもん、うん、なんかことあるごとに写真眺めてそうやもん、うん、こう写真の背景、あのスマホの背景が変わってんでしょそれ以降。あ、変わってそう。そうえらいブサイクな写真だなみたいなことクラスメイトに笑われるんでしょ本当に。そうだった時だって真っ白くんどんな顔してりゃいいんだよ。確かに近づかれへんしな。うん、ちなみにどっちか死んだ場合はあのクリスマスデートのやつは全カットでした。危ねえ。あ、さすがにね、片方相方死んでんのにね、ラブラブデートできませんよ。できないわけない。いや、この辺もカットでしたね。いやー、よかった見れて。さて、あと語りたいことある人。あ、青春ポイントたまったあの銃よかったよね、あの祈りの弾。よかった、うん、あれなあ、いいよなあ。これハウスルールなんで、うんうん、ないことも普通だから基本的にはないですね、このないんだ SP ルール、うん、SP って単語も俺が考えたやつなんで。ああ、青春ポイント。SP 使えんくてもだいぶ削るつもりでいましたよ。
うん、でしょうね、うん、これ外したら終わりなんで、うん、となると20から100まで上げるために80点必要で、まあ1ポイントにつき5だから、じゃあ20から違うかなっていうか80必要だからパウ16合計払わなきゃいけなくなって、やばすぎ、かなりきついんですよね。にじりくんってパウは？にじり、そか16、パウ16ですね。結構あるね。まあ、ひじりくんが一人配置になるぐらい払えばいけますね。っていうのがあってね、結構きついので、うん、永久喪失だしね。うん、今回はこの SP ルールを入れました。あら。いや、あなたたちがちゃんと青春ロールプレイをしたのが全部無駄じゃなかったってことですね。すごいわ、ここまでの積み重ねがこの結果を作りました。うん、いや本当だったらもっとあったはずなんだけどね、青春ポイント多分あったはず、うん、なんかね2日目ぐらいから全然動かなかったからね、そう、うわいいわと思ってぼーっと眺めてた入れろ入れろ情報の整理とか雑談にこうカタカタカタって打ち込んでるのでSP 入れろ、 SP エモいシーンいっぱいあったろがい、いっぱいあったわ、めちゃくちゃあった。どっか99になったか。おおすげえ。夏やるか。よいしょ。わよし、あとなんかシナリオ系で語りたいことある人。はあ、そうだな。あるわ。うん、はい、なんでしょう。オムライスのやり取りあれなあれな、そう、あのお弁当忘れたんだわって言ったら、うん、持ってきてくれんだもん、びっくりしちゃった。いやあれはちょっとキーパーにエリナの弁当持ってこいっていう振りかなと思って持ってきてくんねえかなと思ってました大正解だろ、空気読んだんですよ。大正解だったし、ちゃんと自分の分は作り忘れてリナの分だけ作ってるっていうねえ、かなちゃん持ってきてくれましたね、持ってきてくれましたね、うん、絶対後からもうキャーってなると思うけど、周りの女の子たちにかなちゃん多分小疲れまくってんだろうな。そう、あんたどっちなのよってこいつらに絶対小疲れてるよ。いや、この左の子超可愛いんだけどね、この子可愛いよね、可愛い、練習ゆずりちゃん、あ、ゆずりちゃんって言うんだ、うん、霊感ギャルらしいですよ。へえ。最近の趣味はカナをからかって遊ぶこと。あ可愛い、いや、NPC の表情サムマジですごっ、300ってあんなに時折 NPC 笑ってたもん。あ、そう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 いや、やることなかったからキーパーそう、カチカチカチNPC の表情サムいじって遊んでました。めちゃくちゃ好み、この左の子わかる、いいよね、やっぱギャルっこいいよね、わかる、うん、めっちゃいい、おすいさんの描くギャル好きだわ俺も。うわうわどうしたどうした、語彙力死んでるが、死んじゃったナフチーカーみたいに言われてるわ死んじゃった、もうみんな生きて帰ったけどピオスは死んじゃった生きて帰ったのに、せっかく生きて帰ったのにピオさんだけ死んじゃった死んじゃった。いや、これめっちゃいい、あ、こんなもあったのかこれを使ってたよね、使ってた、そっか、ちょっと全然見てなかった、ここ後ろ姿と髪の後ろと、メイド服と、うん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 、うわーいお腹と嫌な顔してる、すみません使ってないのは、まあこれはちょっと取っておこう。あ、よし、おー、いやー、かなちゃん好きだわ、俺かなちゃん好きなのよ。かなちゃんいい、かなちゃんいいよね、うん、もうね、あの私は多分キャラとしてその PC としてやったら、うんうん、ここまで盛り上がれないと思うから、だからズッキーと絡んでてすごい良かったと思ってねえ、このカナと星野の噛み合ってんだか噛み合ってないんだか微妙なこのね、そう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 、やり取り良かったよな、良かった、めっちゃ良かったよな、なんか上下関係できてたよな、うん、いやもう犬になってたもんそう、休憩時間に喋ってた犬のやり取りは挟む暇なかったわプードル
プードルの話。プードル好きらしいよ。ね、あ、いやでもそれ言われても、あいつプードル好きなんか。くらいやと思うけどな。で内心めっちゃあ、へーみたいな。まああんたもまあプードルと同じぐらいにはいいんじゃないみたいなこと言われて、犬レベルかよみたいな突っ込みしつつ、後日に別の B 崎とかから、なかなってプードルめっちゃ好きらしいよみたいな話聞くっていうね、このね、いやいいよな、この二段構え、いいよな、シナリオだ、あのなんだ、小説だったら使ってるわ。全然使える、使っててほしい、うん、それ聞いてもう、あ、感想はーって、はあって魂抜けるやつ口から。それ聞いて、プードル好きなんやろっつって、こうちっちゃいキーホルダーみたいなの。いいなぁ、くぅー、ずりー、あ、具合悪そうになっちゃった、あ、かわいい、トスケベサンタコスな。そうか、いや着替えちゃダメ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 。いや、あのちょっと差分の量が。あとあのエンディングの一枚絵が私服なので、うん、そうだった、いいな。そうだった。あとシナリオで言いたいことある人、ある人、真白くんとりなちゃんのこと褒めてもいいのよ。お、そのパートいきます。いや今回じゃあちょっと PC 褒めるパートいくか。やったー、ハンドアウト1の星野ひじりくんから。よし、はい、いやね、君高校生してたね。高校生、男子高校生してたね。してたな。してたね。失った青春取り戻すとか言ってたけど、うん、してたよ高校生。してた。してた。こじらせた。めっちゃこじらせてたよ。ねえ。どう思いますピオさん。いやもうね。めっちゃ、あ、出た、青春でよくあるやつみたいな、あのゲームでさ、その負けたらなんか言うこと1個聞くとかのくだりも、うわ、 あるわみたいな。あるある、なんか、あ、やったわみたいな。そう、そういうのよく聞いてたなみたいな記憶がね、蘇って、あるわと思って、俺あの一番好きだったのは、うん、あのかなちゃんと2人でゲーセン行って2人ともプリクラ避けるところ、そうそうそう。うわ、取らねえのかよ、取れよって。なんか話題には振るけど、じゃあやるかって言われると、なんかそれはなんかなみたいな。そうそうそう、相手がやろうって言ったらやるんだろうけど、うんうん、自分からやろうってっていうのはなんかなみたいな感じで、そうそう、2人とも言い合った結果、ボソボソ言い合った結果、自然と離れてくるのがマジで面白かった。わかる。だって、あ、こうなんか高校生してる中があるというか。そう、ね、あれ高校生カップルじゃなかったら、多分行ってるかそもそも近づかないかのどっちかだと思うから。そうそうそう。だから話題に触れるっていうのが、あ、なんかぽいなっていう感じ。近く通りかかって話題には触れるんだけど、一緒には行かずにそっと離れていくっていう。あ、プリとか取るの？いや別に取ら、あんま取らないけど、うん、あ、そう、そ、プリ、まあ私は取るけど、うん、私は友達と取るけど、うん、取るん？いや、まあ俺らは取らんか。うん、まあ、そうね、そう、寝てたんじゃないし、うん、でそうじゃあいかなんかね、この煮え切らない感じね。なんか等身大感あってめっちゃ良かったよね、あこ。おもろかった、あこめっちゃおもろかった。あとココナッツね、ココナッツ、ココナッツよかった。渡すやつね、いや、あれめっちゃ良かったわ。まあ普通に初日の夜から森探索してるのがマジですげえなって思いました、うんうん、何回も言って。それ気づけんのすごいなって思って、夜も探索できるんですかって、うん、こっちからは何も言わないからね、うんうん、でかなちゃん的にももう暗いしこれでは無理だからまた明日ねって言ってるのに、そのまま夜行けますか。すごいイケメンかよって思いました。もうそれがこう当たり前みたいな雰囲気出してんのがさ、うん、こいつこいつだよね。こいつ少し根性身についてるな、 やってんのかな、うん。ピオさんは何かあります？もう私雑談見てもらったら分かるんだけど、
あの、ね、2人との雑談見る余裕ないのよね。そうそうそう、いや2人のやり取りしてる時にわらわらわらわーかわいい、うぐぐぐとと尊いみたいなことずっと言ってて、そうずっと言ってる失敗してるのいいな、デートだ、かわいいよ、好きって好きって、ああすごい、取れよ、クソ取らんよな、この2人見とれてたって言えよ、コラコラコラそう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 、出た、青春によくあるやつ荒ぶってんな。そうなんかドラ、かわいい助けて、かわいいグーグーニヤニヤいいな、ヒーかわいい尊いデートじゃんって限界オタクがいるが、そう雑談ために限界オタクいるが、そうなんだ、そこで全部もう言ってたんだよね。でも語彙力だから失っちゃってるから、もう何もこそ練しそうってして勝ったからそう勝ってるからねえ、あれ最後勝つのいいよな、いいよね、よかった、ね、勝ったかったマジ、ね、そう覚悟出てたよな、うんうんうん、でそこでその大したお願いを言わないのがまたいい、うん、なんか、その程度も家計の代償にしないと言えないの、そうかー、肘だったな、なあひじりしてたな、ひじりしてたな、なんか名刺になってるけどひじりするって動詞ができてるけど、どっかでそのこういうやつが好きなんだよねみたいなことをかなちゃんが言ったシーン、どこだったっけ、その好きって好きってこういうやつが好き、なんだっけな、素直なやつ好きよみたいな、ああそうなんか言ったかもしれん、そうで、いや別に俺素直じゃないけどな、じゃああんまり好きじゃないかものところの下りが好きなのなんか刺さってたらしい、いや俺も好きそれ、そうなの、そう素直なやつ結構好きよって言った、うん、私別に私、素直なやつの方がまあ素直なやつは結構好きだけど、あじゃあ俺は素直じゃないかもな、うん、ああじゃああんたのことはあんま好きじゃないかもね、そうそうそうたまらんいやでも一番最後のクリスマスの時にはちゃんと素直に言いましたからね、ねえ言いましたねつまりかなちゃんの好きなやつになったってことですよね、なれたのかもしれませんねというような、多分喋ると私はただ限界オタクになってしまうといういやでもね、かなちゃん好きよ、うん、私かなちゃん好きよ、見てて幸せだったわ、ねえ、うん、何この子可愛いんだけど、そう最初が結構怖いからこそ、そうそうそうギャップね、そう聞くのよね、この右側のギャップパーティーね、うん、2人ともギャップキャラだから、ね、そう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 あんたなんか見た目と印象と結構違うわねいや最初は名前を思い出すのも苦労したっていうのにう教室の隅で影になってるって言われたからな、ね、影と同化してる、教室の隅で影と同化してるでしょ、名前を思い出すのも大変だったわよプレがこんなことになるとは、ね、なるとは、等身大の高校生やりました、いやお疲れ様でした、いやエモかったエモかったっすはい、にましろくんお前さ、はい、マジでさ、初日から夫婦してんじゃねえよ。もうね、こっち側2人も初日から夫婦だったよね。うん。おかしかった距離感。おかしかったよね距離感。うん。まあいきなりこう手貸してね、背負いきなり初手でね、まあ、背負ってくっていうのもね、あんなイケメンムーブかまされたらな。ね、肩貸すとかじゃなくて背負ってくだからね。うちやりおるなって思いながら見てましたけれども、ね、興奮した心あるんかって考えそうやけど、うん、そうじゃないっていうのがな、やっぱこう引きつけるんやろうなっていう感じはする、うん、下心はなかったね、なんか、うん、ない発言になかったもん、ね、一切の下心感じんかったもん、うんまあ困ってんなら助けるのは当然だろうみたいな雰囲気あったよな、おいジャンプの主人公かみたいな雰囲気あったよなおばあちゃんもすっと助けるねそれはもうりなちゃんもお話ししましょうってなりますよ、嬉しい、うん、
あとはね、個人的に一番キーパー的に良かったところがありまして、おうおうおう、こっちが何も言わずとも手土産買っていくって言い出した2日目ですね。あーあー、それな。チーズケーキ屋さんでおばあちゃんと会うときに、うんうん、こっちだから何も言わなかったのに手土産買っていきますって言い出して、シナリオ知ってるって思いながら、知らない知らない。あ、やっぱりチーズケーキ屋さんは絶対あそこはあるんだね。ちゃんとそう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 、あの最終的にこう黒服が拍手しなきゃいけない場所なんだよ、うんうんうん、こう、あそこにはまあ最終的に誘導しようとは思ってたんですけど、うんうん、何も言う前から手土産買っていきますって言い出して。え、強って思いながら。いや、手ぶらでいかんだろう、高校生だから。まあ割と手ぶらでもおかしくないといえばおかしくはないんだけどね、うん、確かに。あとはもう一発目の物置よ、初手の物置。そう、それすごかった。物置に行きますってパッと、なんでか物置に吸い寄せられてったんだよ。吸い寄せられてたね、うん、なんかまるで当たりを知ってるかのような動きって見ながら見てた。正解、この動き正解を知っているな。すげえすげえ、あっさり見つけたと思って。そう、だから、え、これってなんか何箇所か調べたら多分出てきちゃいますよね、トイレから。何箇所ぐらい調べたら出てきますね。そうですよね、うん。あ、かわいい、いっぱい表情変わってくれてる。これね、頑張ってこうセッションやりながら表情もコロコロ変えてました、頑張って。結構私はあの、うん、真白くんとそのミサちゃんとのやり取りが好きで。ミサちゃんとのやり取りどの辺？なんだろう、あのサムズアップだんだんじわじわこっちに移ってくるくだりとか。あれよかったよな、おばあちゃんな、元気だよな、おばあちゃんな。そう、最初とかもだってあとは若いお二人でっつってそのサムズアップして去っていくから。めっちゃ足早かったよな、この時。おーってなさか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 ピョンってもういなくなって、元気すぎる。もうリーダちゃんがポカーンとしてる間にもういなくなってましたから、ね。あ、上がっていきますか。あ、じゃあってなるもん、そんな。まあ、おばあちゃんもおばあちゃんで実はこういろいろあったりしたんですけどね。あのおばあちゃんがあの家に入れないから、うん、代わりに誰かに探しても来てもらわなきゃいけないんですよ。入ったらそっか狙われてた、どういうことなんだろう。ですね、うん、おばあちゃんがそもそも SB っていうやべえ組織の一員なんですけど、まあ真白くんと会ったのはマジの偶然です、最初に出会ったのは。あ、そうなんだ、うん、なんですけど、まあ、様子見てる感じ真白くんあの家入れそうだなってことを思って、うんうん、2日目に出会ったのは歴史伝です。わあ、SB が真白くんつけてて先回りしてました。なるほど。はいはい、はい、で遺書探してくれって依頼を出したって感じですね、うんうんうん、チーズケーキ屋で。そう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 、なるほどね。はあ、真白くんの良かったところはやっぱオムライスだな。オムライス、あの辺の維新伝心がもう、あの辺がもう通過だったよな、あの辺、うん、あとさ、エンディングのさ、オムライスに文字書くところさ、あのさ、リナちゃんの思いを書いてくれって言われてキーパー頭むちゃくちゃ回してた。なんて書こう、なんて書こうって思って。いや、あのね、あの前回のセッションのね NPC とかだったら大好きとか書くんだろうけど、リナちゃんは書かないだろうから。確かに。どうしようどうしようどうしようって考えて結果ありがとうって書きました。いや、それに対してその、うん、真白くんが、いや、真白くんの番ですねって言って真白に渡すからね。そう、ちょっとほら、同じ苦しみを味わえ、同じ苦しみを味わえ、ほら。同じありがとうって感じてんのが、うん、こいつ。あ、一緒ですね。あそこ多分めっちゃ汚いんだろうな、ありがとうって文字って思いました、私。いや、多分手震えてるんじゃないかな。そうよ、不器用だからね。文字だからね。そう、アート、オー、どっちか区別ついてない。そうそう、オリゴ糖になっちゃう。オリゴ糖みたいな。あ、一緒ですね。でも多分リーナちゃんはニコニコ笑うよ。あ、読めたんだ、嬉しい。いや、エモかったな。そう、いや、まさかあの弁当が黒焦げな下りからそんなになると思わなかったまさかね、そこからねフラグがつながっていたとはね、うん、
まあ、リナちゃんある程度料理ができるって設定なんで、うんうん、そこら辺をちょっと絡めようかなとはね実はちょっと前から思ってたりはしたんですけどね。へえ、そうだったんだ。そう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 。え、じゃあ弁当の卵焼きもらいがまさか伏線だったとは。うまいことつながったよな。ね。柴犬色。黒柴。絶対見てる柴犬ちゃうやろ。柴犬色になるまでって書いてあったから真っ黒になっちゃったんだよなみたいな。え、あ、そうはならなくないですか。わわわわわわわ。狐色がもう革命だったでも。うん。あの辺。狐色にしたらどうですか。狐かーって。そのとき電流走る。そう、なんか多分その真城くんに料理のことについてお話ししてるところからきっと将来その料理の先生になるんだろうなっていう。多分そうでしょうね。あの言ってたじゃないですか、誰かに教えるのが上達への一番だって。うんうんうん、言ってた。そう言ってた。そうそうそう、真城に勉強を教えてもらって、うん、リナちゃんは料理を教えてたので、うん、その結果真城くんが教師になってリナちゃんは料理の先生に。接種しすぎやろ。でも右側コンビはなんやかんやでなんか同じ職場とかで働いてそうだよ。確かに。うん。なんか知らないけどかなちゃん上司になってそうだよ。上司やな。こき使いそうだな、ひじりのこと。顎で使ってそう。でも何食わぬ顔でやってるやろな。なんかだってひじサラリーマンめっちゃ似合いそうな雰囲気あるもん、めちゃくちゃ。確かに、うん、じゃあ真城くんもさ大人で作るからさ、ひじりくんも大人で作ってよ。作るか。サラリーマンで宇宙人の妻がいるみたいな。やばすぎ、やばすぎ。めっちゃ普通っぽいステータスなのに宇宙人の妻がいる。自分だけ別のセッションで宇宙人の妻ができました。いや、まあ面白すぎるやろ。めっちゃいい。まあどこですか、あと真城くんに言いたいことある人。言いたいことある人。真城くんな、真城くんな、いやマジでな、真城くんはなキラーでしたね。語彙力死んでるが、語彙力死んでる。キラーでしたね。キラーだった、キラーだった。うん、なんか、まあ、最初にも言ったけど、うん、その結構発言がすごいナチュラル感が出てやっぱすごいなって思った。あ、なんか純粋にそう思ってるっていう力がめちゃくちゃ強かった。うんうんうん、うんうん、わかる。確かに、なんか無理やり言わせてるとかじゃなくって、うん、結局多分その真城くん自身は自分が何でもないやつって思ってるだけで、本当にちゃんといいやつなんだろうなっていうのは、うんうん、そう、リナちゃんはずっとそう言ってましたね。言ってくれてた。手長く爆発しろ。ありがとうございます。よし。旅行とかが趣味になるんだろうな、きっと。よし、じゃあ俺を褒めろ。わあ。最初にも切れたけど。いや、まあね、もうちょいちょい言ってたけど、リナとカナがいいなって話はね。そうね。うん、まあ、今回も頑張った。もうね、毎回のごとくこう投げたボールなんか3個ぐらいにして返してくれるから。オラーって全力でスパイクして返したから、そこがいいんだろう。そう。それ行くぞ、ここだろうってこうスパイクしたから。そう、なんかずっとクリティカル投げてくるんだよ。こういうのが刺さるんだろうって。あのかなちゃんの、うん、スンの加減がすごいちょうどよかった。絶妙だった、わかる。マジでこれこれ。そのそうそうそう。そうとか、うん、その発言に対しての噛みつき方、うん、うんうんうん、めちゃくちゃ好き。めちゃくちゃ好き。今になったらもう言えるぜ、ひじりじゃねえからみたいなさ。め
よかった。でもどっかの誰かさんが来なければ別に見つかん驚いて落とすこともなかったんだけどなみたいな、うん、そうそうそれがすごい、うん、よろしいってニコ見合って割ったりね。そう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 。まあよくできましたあんたにしてはね。そうこれでいいかしらみたいなんが褒めてあげてもいいわよ。いやぐさぐさに刺さりますね。うん、そうここら辺がゆずきさん刺さるんやろ。ここやろ、ここが変やろ。いや全部刺さった。そうだから、いやよくそのね刺さりまくってるのに、なんか能面だなって思ってた。肘スンとしたロールプレイできるな。そうだから私だったら、ね、ありがとうございますってなってた。ピオさんなんか流れ玉刺さってたもんね。そういやでもそれに対してもこう、うん、半分タンパクぐらいで返すのがヒジリやなっていう、うん、いや分かる分かる分かる。忠実だったよキャラに。前半はタンパクなのよ、うんうん、あの初日ぐらいはめっちゃタンパクに返してて、うん、あんたも生意気言うじゃないみたいな感じだったのに、後半からなんか、うん、まあそれもいいからみたいな感じになりだして、そうそうそう悪くないかなみたいな。ちょっとなんか そんな反応されると私としてもこうなんかちょっとねあれなんだけど、ちょっと、ね、そう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 、調子狂うじゃないくらいのさ、調子狂うんだけども、なんかこういつもみたいにこう犬扱いすんじゃないわよぐらい言いなさいよねみたいな。そこ勝手にもだえてたなこっちでも。ね、やっててすっげえ楽しかった、ね、俺ねあの辺好きだったな。すっげえ楽しかった。なんかねこう同じ言葉を同じような言葉を投げてるのに相手の反応が変わるせいでドギマギする感じの、普段ならこう返してたのにあれ、そう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 、あ今日ちょっと違うみたいな、今日なんかちょっと違うけど。ねえ、うん、そう日にちすごとに若干許してってもいいんかなみたいな、うんうんうん、そうなんか、うん、お互いあったよねそれ。あった。互いになんか許容範囲がちょっとずつ広がってってる感があったよな。そうなんかそのきっかけもその鍵見つけてからが結構大きかったんかなっていうのがあって、うんうんうん、あこは大きなポイントでしたねやっぱり、うん、なんかそこからそのかなちゃんからひじりに対する見方、うんうん、がその印象と違うわね、うん、っていうところからその崩れてった感じがすごいよくて、うんうん、そう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 、初日でも結構必死に探してくれたところから、あんた印象ちょっと違うわねみたいな感じになってたけど、うんうん、鍵見つけてくれたところでも変わりましたね完全にね、うん、そう本当に必死こいてよかった。好感度パラメーターが見えるようだった、うん。いやそれ、いい星野くん、人は見た目が9割なのよ。そう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 。でも9割を破壊したからな。でもまああんたは1割の方かもしんないけどね。それよかった。よかったじゃない、少数派よ、誇りなさい。そういや それに対しても何やそれって思ってんのかな。俺でも褒めてんのよ。褒め方がこう褒め言葉として受け取る。褒め方下手くそなのよこいつ。下手なのよ。素直じゃないんだから二人とも。本当によ。素直じゃないね。ああよかった。褒めてんだからありがとうぐらい言いなさいよ。私は素直な子の方が好きよ。うわそこだ。いやでも俺そんな素直じゃないしな。うん、じゃああんまり好きじゃないかもね。いやもうあの絶妙でした。このなんか。絶妙なキャッチボールだったよねこれ、うん、ここら辺のやり取り、ヒレフスレベルでありがとうございますの、ね、あわーいって叫びたくなった。糸田純になってた。そこが青春してんなお前ら。そこで青春してからのこう、うん、完全な甘々なりなちゃんがこうやっぱお互いがお互いのギャップを高め合ってたというか。はい、じゃあまあかなちゃんはそんなぐらいにしておいて、うん、いやりなちゃんサイドも良かったよお前。良かった良かったよ。こうあの家から自由に出られない病弱の女の子にお前なんか時間あり余ってフラフラしてる男子高校生をあてがうのかお前。本当に。
だから真逆じゃねえかリナちゃんにとってどんだけ羨ましかったことだろうっていうのが、多分キラッキラしてただろうね。なんか全体的にこう右と左で対になってんのに、そこの組み合わせ自体も対になってんのかなって、うんうんうん、ねえ、なんか右はなんか同族嫌悪じゃないけど同族のぶつかり合いだったのに、うん、左もなんか同族といえば同族だけどちょっとずれてて、うん、そのずれをなんか互いに羨ましがってる雰囲気があった。そうそうそうお互い自分にないものを見てる、そう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 、お互い自分にない相手の利点を見てそれを認め合ってる雰囲気がね、なんかね、よかったよな、よかったよな、よかったよな。ひなちゃんの言葉一つ一つがこう、ね、抱えてるなんとなく持ってる悩みみたいなところに、うん、うまくこうハマって刺さって、うん、多分りなちゃんもりなちゃんでそのなんだろう、ましろくんが言う一言一言がこう刺さって刺さってだったんだろうなっていうのが、そうそうそう、かつての自分というかあったかもしれない自分みたいのを見てちょっとねなんか、うん、もぞもぞしてたんだろうね。いやでもあのお母さんにはちゃんと仲直りした方がいいですよと言えなくなってからでは遅いですから。そうそれそれしまったってそうだよな、今のは刺さったなって思いながら言ってましたね。そう確かにな、うん、あいやごめんなさい、あの別にそんな、 なんか重たいこと言いたかったわけじゃなくていやもうちゃうねぐさぐさに刺さったよなその言葉。そう、あいや別にその暗い話をしたいわけじゃないんですよなんだろう、なんか本当にその退屈な日々を、うん、こうどうにかこういいものにできないかなって模索してる感じの子だったから、はい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 、いや違うよ、退屈な日常はそのままで素晴らしいものなんだよ、そう変えるものじゃないんだよ、そう自分からやっぱり何かこう変えるためにとか、うん、その日常を楽しむために、うん、自分がその楽しみ方を学ぶべきだったんだな、うん、みたいなめっちゃ成長してる、そうすげえ教え聞いてるやん、人間としてめちゃくちゃ成長してるやば、そうなんか退屈だっていう感じてるのはその自分がなんか楽しもうってしてなかったからだ、うん、みたいな、そう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 、何もすることがないってね、何でもする時間があるじゃないかみたいなね、そう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 逆に言えばそうじゃんみたいな、いや何もね、今日見回ってるんですか、すごいですね私お家からあんま出れないので教えてくれますかこの街のことみたいなね、そう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 、あなたが今までなんとなくやってきたこう街中巡りのやつがかけがえのないもののようにいますからね、そうだから俺のなんか意味あるかないか分かんない行動も役に立つんだみたいな無駄じゃなかったみたいな、ね、そこで需要と供給成り立ってんのいいよな、ねえ教えてくれますか、真城先生。いや、そ、真城先生やばかった。もうそこまでなんか、もうそこは別になんか投げたつもりなかったんだけど、なんか思ったより刺さっててびっくりした。だから、お、悪くねえな。ピヨさんが出てたよね、アポ。そう出てた。中の人出てたよね、あの悪くねえな。そう。あ、先生か、悪くねえな。もう完全に教師になったところ第一理由それだよね絶対、うん、あの日言われた真城先生が忘れられなくて教師目指してるよね、うん、なんかでも自分が得た知識が誰かの役に立つっていうのがすごいいいことなんだっていうのが、うん、多分そのりなちゃんとの関わりで分かったからっていうのが、うん、多分大きいかな、りな、うん、ちゃんよかった、どの辺よかった、りなちゃん、もうあ全部よかった、泣いてる、なんで泣いてる、全部よかった、なんか泣いてない、なんだろう、俺リナちゃんのロールプレイのどこが良かったか聞いただけなんだけど、全部良かったんだよ、全部良かったんだけどなんだろう、あのやっぱかなちゃんがこうちょっとツンツンしてて、うん、結構心開くまでに時間がかかるキャラだったから、うん、りなちゃんの方でこう初っ端からその出会いからも割と素直にこうおぶさってくれたりとか、うん、それこそその
じゃあねって帰る時の、そのずっと手振ってくれてるとか、そう、お互いなんかチラッチラッフリ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 みたいなあそことかも好きだったし、いや何よりやっぱり私はオムライスなんだよな持ってきてくれたんだもんキーパーがあれはだってキーパーに持ってこいってこうなんか書いてないけど書いてあって送られてないけど送られてたでしょあれ送った念、ねね、が届いてもピオさんからテレパシーが持ってきてください今弁当持ってくるなら今だぞってこれテレパシーがピオさんから届いたもんそうだからあのかなちゃんがこっち近づいてきますねって来たーみたいなだってねかなしか渡せるやついないから確かにその眩しさに耐えかねてひじりはどっか行っちゃったしなどっかで来てくれてる、うん、それすれば渡すの忘れてたけどあの子からずっと置いていくから何にもこう誰からとか書いてないんですけど1段目にオムライスが入ってることからもう誰から分かるっていう一口一口もう本当に美味しそうに頬張ったんだろうな、なんなら泣いてそうだよな涙出てそううめえよってドン引きされてそう俺の2日前に食った黒焦げ弁当の50倍うめえ虐待症が悪いゼロに5をかけ50かけるなよそれゼロなんだよな、ね、そのお弁当ができるまでの間にかなちゃんは一体どれだけのオムライスを食わされたことかこれじゃダメだもう一回、もう一回ちょっと卵がちょっと焦げちゃってケチャップちょっとうまいこと混ざらなくっていっぱいありそう、なんかもうテトメトさんがやるこういう系のキャラが本当に好きなんよね、やったあれも好き、そうめちゃめちゃこれはねテトメトさん本人が自負して全然いい本当に、いや、やる前から言ってたと思うんですけど、そうだからもうああ最高って今回 NPC やばいんで神が約束された神回なんでって話も何回もしてたと思うんですけど、そうそうそう約束された神回ってどのくらい神回なんだろうかぐらいの気持ちだったらもう神アホほど神だったよ、ね、なんかどうですかリナちゃんへの感想ですね、なんか立派な男子高校生のロールプレイさせてもらってありがとうございました、リナちゃんまあ、いえいえこちらこそお相手してくださってありがとうございます、これからもよろしくなあ、はい、よろしくお願いしますね、くなんか染みてる男子高校生の心が芽生えちゃうじゃあ最後は真ん中の人ですねみさちゃん、私のことがいい、うーそうみさちゃん、いいキャラしてるよな、いやめちゃくちゃいい立ち位置、このなんかね案内用の NPC 誘導用 NPC としてなんかねほぼ満点ぐらいだよね、こういうタイプのおばあちゃんのキャラって、本当になんかね、めちゃくちゃおせっかい焼いても違和感ないもん、違和感ないないし、なんかミサちゃんのおかげで私今度おばあちゃんのキャラ作ってみようかなって思ったもんそうかいそうかい、今私が参考になるならこれこんなに嬉しいことはないね、あ最高まあ私ほどいいキャラになるかは分かんないけどね、いやミサちゃんオンリーワンやな、そうなんだよねおばあちゃんもよかったよな、俺この人も好きよにえそうそう、なんかそうスッて背筋伸びた時がもうびっくりしちゃってかっけえそう、なんか何ならこの恋愛要素とか抜きにしてこの作品を客観的に見た時に一番好きなキャラはミサちゃんかもしれないかっこいいもんな、この写真の笑顔のミサちゃんすげえいい、いやわかる、この自撮りのね自撮りね、機械強だって LINE やってるって聞かれたもんところで一つ聞きたいんだけど、
にゃんやってる？ってかどこ住み？恋人は、あ、いるんだったね。そういやいや、まだ付き合ってないって。ってそうかいそうかい、でも時間の問題だろ。どうだろうな。いや、いいキャラしてるよ本当。いやらしてる、なんかおばあちゃんの強みを全振りしてる感じ。うん、ねねね、それに加えてあの傭兵だからね。ねえ、もうかっこよすぎんのよ。ねえ、それも俺おじいちゃんとかおばあちゃんとかの実はめちゃくちゃ強いってキャラ好きだから。わかるわかるわかる。そう、戦闘技能とかめちゃめちゃ持ってる系おばあちゃん、うん、すげえ好き。拳銃もいいけど日本刀とか持っててもね好き。あ、いいな。こうなんか持ってた杖が実は仕込み刀でみたいなとかで結構好き。うんうん、わおじいちゃんおばあちゃんキャラで。いいな。そう、私そんなに強くてあのパワフルなのに、うん、ちゃんとその岩尾さんからの手紙を読んだ時にこうほろりと涙を流すところもすごい良かったし、うん。そうですね。まあ家族思いの優しい人ですからね、ミサちゃん。そう、家族のためだったら何も命を張ってでも守るぜみたいな、うん。まあ、星積家はみんなそんな感じなんですけどね。ねえ。岩尾さんもカナもそんな感じだったからね。本当だよな。さて、話したいことはそれぐらいでいいですか？話そうと思えば多分ねまだまだ出てくるんでしょうけど。ゆずきさんもこんでいい？そうですね。うん、では星の吸血鬼にさよならを、感想戦もこれにて終わりたいと思います。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次のシナリオで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。